Yeah, it was amazing. Very cool demo. You know, Encounter Dinosaurs looked great. Things like may change how we interact with the world and how we interact with the devices around us. 先週アメリカで発売された Vision Pro。現実と仮想空間を融合させ、装着すると現実の風景の中に大きなスクリーンが浮かび上がり、さまざまなアプリを目線や指先、音声で操作することができます。アベプラでも早速 MC の大空幸喜さんが体験。もうね、別世界。何が見えてるんですか今ね。アベプラ見てんのこれで。いや画面が移り変わりました。これが大空さんが見てる目線です。でこっちにこれメモを置いて、はいはいはい、こっちにメモって、でこのちょっとこいつをサファリ、あの、あ、持ってきた持ってきた。おー、すごいすごい。だからこれを置けば、はいはいはい、いいわけですね。おー、なるほど。こっちでアベプラを見ながらメモを打てるということですね。すごいね。そう、写真ですね。写真載せます。これを押して、お、来た。360度の、そうですね、環境に、これがどうやってやるんでしたっけ。ちょっと待ってくださいね。こうですね、はい、こうなるんですよ。すごい、これはすごい、これすごくないですか。いや、これはすごい。価格はおよそ52万円。アメリカ以外の国では今年後半以降の販売を予定しているということですが、実は日本の企業がビジョンプロ用アプリを開発。その名もサニーチューン。全世界の天気と連動し、各地の天気の変化を目と耳で感じ取ることができるといいます。ビジョンプロは果たしてゲームチェンジャーとなるのか。そしてゴーグルをつけたままで生活する、そんな未来はもう目の前。サニーチューンを開発したメザンの小林裕樹代表と、すでに VR ゴーグル装着が生活の一部となっている愛用者とともに、ビジョンプロの可能性について考えます。ではゲストをご紹介いたします。まずはアップルビジョンプロ向けのアプリサニーチューンを開発しました株式会社メザンの小林裕樹代表です。小林さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。こんばんは。ありがとうございます。お願いします。そしてもう一方、これまで数々の VR ゴーグルを愛用してこられました YouTuber のミスター VR さんです。今回サンフランシスコまでビジョンプロを買いに行かれまして、今日夕方帰国されたばかり、そのままスタジオにお越しいただきました。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ミスター VR です。今もまさにいろいろこう見ながら、そうですね、メモをここに移してあ、そうか、自分用メモもありながらということですね。空中に浮いてます。買ったっかりなのでもう使いこなしてるんですね。あ、もうだいぶいけてます。もうずっとね、つけっぱなしぐらいの、使い倒すぐらいの勢いで ね、 そ、 うですね。それを YouTube に上げてらっしゃって、はい、これは革命だとおっしゃってるということですからね。体験されたことをお伺いしていきたいと思います。サニーチューンを出してみましょうということですね。まずはこういう形でここを押すと、はい、出てきました。この中で、はい、どこだどこだ、ね、この指でコントロールしながら画面を探る。あ、ありました、はい、私が見たらですね、そこにアイコンが行きます。押すとタップされます。そうすると今読み込んで画面に出てくるということですね。台本上間違いないね。はい、出ました出ました。こういった形で、あ、これね、掴めそうなぐらいなんです。これ距離感もね、合わせられる。目を合わせるとね、ここに画面が出てきて、これで前に後ろにと、おお、本当だ。こうやっても触れそうな。操作もいいですよね。はい、しかもですね、これ近づけると虫の鳴き声が近くに聞こえるんですね。はい、この距離感、空間オーディオも生かされているという。ちょっと近すぎたね。はい、でこの真ん中のボタンを押すとですね、こうやって出てきてですね、で今ロケーションをこういじると、あれ、遠くに離すと音もちょっと小さくなってくるんですか。はい、で近づけるとこれタッチもできると、こうやって探す、これ、こうやって画面ね、はい、今ニューヨークの天気はどうだみたいなね。今トロント、これリアルタイムの天気。リアルタイムの天気、はい、なんでこれあの、ね、夜だったりとかね、画面も出てくると。ブラジルあります。あのリオデジャネイロが、リオデジャネイロがある。リオデジャネイロ、ほう、あ、リオデ、あ、あ、リオデジャネイロ、はい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 。ブラジルはどうだということで、もう一回押してもらっていいですか。はい、はい、それで反応します。お、あ、はい、晴れですか。いい天気のようですね、ひろゆきさんみたいな、ね、こういう会話になると、はい、まあ、これは今現時点でね、開発途中でどんどん進化していくということですが、どういう未来が見えてるんでしょうか、小林さん。はい、ありがとうございます。うん、まあ、やはり我々はですね、まあ、この
空間コンピューティング、まあ、ビジョンプロが普及することによって、はい、まあ、まず情報を体感できる、要は今までって天気を記号みたいな晴れ、はい、曇りみたいな記号で捉えたのを、こういうふうにもう目の前に天気を表現することで、あ、今日はこれぐらいの小雨だとか、これぐらいの晴天だとか、はい、そういうのを体感できるような、そういった未来が来るんじゃないかと思って、こういったサニチューンで開発したりします、はい。実際に開発するにあたって、この、まあ、ゴーグル用アプリならではの難しさ、大変さってどんなことがありましたか？ならではですと、まあ、やはり先ほどおっしゃっていただきましたけれども、これまでのゴーグルと全然違うんですよね。操作方法を含めて違うので、この操作感にちゃんとフィットする形でユーザーさんが使いやすい方法って何だろうとか、このビジョンプロだからこそ実現できるアプリケーションって何だろうっていうのを考えるのが、まあ、一番難しいポイントでもありましたね。はい、いうことですね。さあ、ミスター VR さんにも伺いながらいきましょうか。実際に経験されてみて、どんなことをお気づきになったんでしょうか？いや、まず感じたのが、これまでの VR 機器、まあ、クエスト3とかいろいろ体験してきているんですけど、なんか全く別のものだなっていうのを、まあ、第一印象に感じまして、はい、やっぱりこの目線とこの手でこう操作するっていうこと自体が、もうこれ今までの機種ではちょっと考えられないような形でして、もうこの体験でこの空間に表示しているこのアプリでこう操作するっていうのが、なんて言うんでしょうね、このこれまでない感覚なので、ちょっといろいろ模索していきたいなっていう段階な、そういう気持ちですね。このサニーチューンについてはもうちょっと説明いただくとすると、どういう可能性を秘めてるんでしょうか？そうですね、はい、まずですね、僕らは一番最初天気っていうテーマを選択はしてるんですけれども、うん、まあ、ここからいろんなライフスタイルには展開していきたいなと思ってます。まあ、まずそこ天気から始めているんですけど、まあ、これは先ほどお話したように、まあ、ビジョンプロっていわゆる聴覚だったりとか視覚を通して、まあ、デジタル情報を体感できるデバイスだと思っているので、僕らはその空間内に天気を再現して、本当に耳で聞いたりとか、うん、目で見ることによって明日の天気とか自分の離れた友達のいる場所の天気を、まあ、実際に体感できるっていうような、再現をしています。で、これ実際に置いて目の前に表示していただくと分かるんですけど、はい、ただ単にそのユーティリティとして使えるだけではなくて、うん、結構気持ちよく使えるのが特徴になってまして、はい、うん、本当に目の前に小さな自然があるようなアプリケーションになっているので、うん、本当にインテリアとしても活用いただけるような、そういったデザインにしてます。置きっぱなしにしててもいいってことですか？そうですね、むしろ僕らは置きっぱなしにしてもらえるようにデザインをしてます。はい、そうなんだ。これ開発されて実際にどうでした？工数というか。そうですね、実際めんどくさかった。めんどくさいというか、やっぱりまだアプリケーションの開発エコシステム自体ができたばかりなので、うん、まあ、どうしてもその開発者がやりたいことがまだ用意されてないみたいなことはあったり、いや、ライバルとかそういうのがまだない。そうです、ないところもあったので、それを僕らが、まあ、模索しながらなんとかその 3D 的に表現するっていうことを。あ、じゃあかなりゼロからスクラッチで作ったんだ。あ、そうです、そうです、さすがそれは。今だと目の前のアプリケーションだけなんですけど、それこそリビングルームとか、ダイニングの上とかキッチンの前とか、そういうふうにいろんな場所に置かれるようになると思うんですね。そうすると僕らはアプリケーションがいわゆるその生活空間の奪い合いになってくると思うんですよ、うんうんうん、今僕らって例えばスマートフォンの一番最初の画面にどれだけアプリが置かれるかってすごい大事じゃないですか、うんうん、それと同じような形で、じゃあダイニングルームに置かれるアプリケーションは何でとか、あとは自分のデスクトップの上に置かれるアプリケーションは何でっていうのがどんどんこう決まっていくと思うんですよね。それって今ってマップリビングされるんですか、はい、そういうリビングルームっていうのはリビングルームとして認識され、はい、場所として認識されて、そこにいろいろ置けるっていう状況。環境があまりに大きく変わると忘れちゃうこともビジョンプロが覚えられないこともあるんですけど、基本的に環境がそんなに大きく変わらなければ、そのビジョンプロが一回置いてもう一回起動したらアプリケーションが同じ場所に表示されるようになります。これキラーアプリは何だと予想してます？一番最初で言うと、うん、ワークツールか、ワークツールとエンタメだと思ってるんですよ。なんかさ、ポケモン GO みたいなタイプのやつっていかにも相性よくないですか？うん、そうですね、それで言うとですね、僕らが今サニーチューンの次のステップとして進めてるものは、うんうん、あの空間の中にキャラクターだったりとかアイテムを置けるようにしようとしてるんですよ。で、実際 IP キャラクターを持たれてる会社さんとお話も進めてまして、次のバージョンではこの空間の中に実際に自分の好きなキャラクターをどんどん配置できるような、そういった、はい、そうです、買える。ちょっと嬉しい、なんか目が変えた。50万買おうかな。そういったことを今考えてますね。なるほど、はい、大きく言って、まあ、いや、なんか、あ、どうぞ、ひろきさん、どうぞ。
いや僕あのゲームは結構うまくいかないんじゃないかと思ってて、はい、そのまあ、あのオキュラスも含めて VR の時代からいろんなゲームが出たんですけど全部やっぱ面白くないんですよ。だその視点が広すぎるせいだったり操作が広すぎるせいでその世界観っていうのが逆にそのすげえコストがかかっちゃうのでしょっぱいゲームしか出ないと。でハードウェア持ってる人数も少ないのでやっぱりそこまでコストかけられないねっていうのがあるので、なのですげえ面白いゲームで VR のやつって僕知らないんですよね。でまあ、いや結局じゃあビジョンプロになったとしてもそこら辺 の, その、まあ、ユーザーが少ないだったり開発コスト高いというのは変わってないので、なのでゲームとかより普通に YouTube のながら見とかそっちの方が需要があるんじゃないかなと思ってるんですけど、あの VR さんも、ね、とにかく3日間使い倒してってことなんで、はい、どういう可能性を感じてますか、はい、どういうところで、うん、目が出てきそうだっていう。そうです、はい、先ほど、まあ、VR ゲームでいうと結構、まあ、あの日常的なスポーツの使い方っていうのでなんか VR で卓球したりとか、まあ、そういう使い方が、まあ、自分はあの VR 機器を日常的に使っているのがあるんですけど、まあ、これはやっぱりゲーム機、まあ、今までの VR 機種っていうのはゲーム機扱いだったんですけど、これなんかパソコンをなんかここにつけてるみたいなイメージがあるので、なんかこうゲーム、やっぱりさあのゲームおっしゃる通りゲームの使い方というよりかはこうウィンドウ並べたりとか、うん、パソコンの画面もここにあの映し出せるんですよ。どうですか、まあ、あの PC なくてもうこれでここで入力して同時にいろんなものを操れる方が結構いけるのか、はい、ちょっとキーボードは難しいかもとかなのか、そこはどうお考えですか、はい、キーボードはちょっと今は本当にキーボード通り、うん、ここでねこうやってやる感じでは、はい、ちょっとなんかもうちょっとフリック入力とかそういうなんか新しい入力方法ができるんじゃないかなとは。やっぱりこのビジョンプロってあの今までのスマートフォン以上にそのつけてる人とか話してる相手のことを検知センシングすることができるんですよ、はい、なので相手の話した内容に対し関して新しい情報を目の前に出すとか、はい、あとはちょっとその目の動きとかそういう所作で AI 側が予測してそうですよ、ね、そう最適なアプリを表示するとか、ね、そういうことまでできるなって目の動きだけでね。そうですそうです、はいはい、まさにその ALS で、ね、打ち込んで文字をこう伝えるようなことを自分の目線だけで、はい、あとまあ手のクリックだけでいけてしまうっていう。あのすみません、俺おつたけが言わないと思うんで、俺おつたけの側に聞くんですけどおつたけ君だったらどうすればいいの。あの実はですねこれアクセシビリティが結構豊富に用意されてまして、あのまあ目線で操作した後に、うん、今だとデフォルトってこの手の親指と人差し指をパチってつまむんですけど、うんうんうん、そうではなくて例えばって感じで下の、それでもいける、はい、音をすると決定するとか、あとは、すごい、あとはその目を見つめ続けると選択するみたいないろんな選択肢があるんです。おとさげさん用にカスタマイズできるってできる、かなりね、よかった。今これデフォルトの形で使ってるだけだっていうことですよね。はい、それは目線であり音であり反応してくれるっていう可能性は秘めてると、ね、VR さんはもはやねあのいろんな試してみる中でエロ動画も含めてやってみたということを含めてですね、どういう可能性を秘めてるとかこうどうですか。そうですね、うん、ちょっとエロ動画で言うとちょっとあんまりその匂いはしないっていうビジョンプロにその使い方がですね、あその使い方ので言うとなんかあの今までの VR であのアダルト VR っていうのを見るのがその VR180 っていう企画があるんですけど、まあ、それをこれで再生しようとすると再生できなかったんですよね、うん、なのでそれが多分おそらくサードパーティー製のアプリとか入れればできるようになる可能性あるんですけど、ちょっと最初の時点でアップルが対応してなかったのでなんかそこがちょっと先行き不安だなっていうのがあるんですけど、いやでも別に VR エロじゃなくても普通の動画のエロとかだとどうなんですか、はい、それはなんかパソコンで見るのと変わらない感じですか。そうですね、そこはもうあの大画面で見れるとか、まあ、ちょっと画質が綺麗とかっていうぐらいではありますね。これカメラついてるんですよね。カメラついてる。だから顔認識とか将来結びつけようとこうやって人物情報とかもポップアップで出るみたいなことはできる。そうですね、ただ結構そこはアップルがセンシティブになってるところで、まあ、そうなんですよ、はい、結構個人情報保護をこのビジョンプロ発表された時に何回も歌ってたんで、うん、まだまだ僕らがそのカメラ映像にアクセスできないんですよね。あ、そうなの。はい、カメラできないんですか。はい、できないです。今はできないので、そこが公開されるかどうかでこのビジョンプロのまあ成功だったりとか、まあ、どれだけアプリの充実していくかっても結構変わってくるなっていう。でもそうすると例えばあのこの商品はどこ製でいくらとかいうのもパッパッパって出るように。そうですそうですそうです。それできたら便利だよね。便利ですね。はい、でもやっぱお話をお伺いすればするほど、ちょっと、あ、どうぞ。
本当視線でいろいろ操作ができるみたいなのがすごくナチュラルにできるようになると、まあ、もちろん視覚障害者の方どうしようっていうのはあるけど、逆に私みたいな身体障害者はめちゃくちゃ便利になっていきますよね、はい、本当にその差がなくハンデなくいろいろ操作できるし、はい、感じられる世界も共有できるようになるなってすごい感じますね、技術革新が、まあ、大きく私たちの暮らし3つ変えるんじゃないかと、3つの点でとおっしゃってますが、はい、ここをお聞かせいただけますか。そうですね、はい、まあ、先ほど体感的って話もソニー G が体感的に作られているって話もしたんですけれども、僕は大きくですね、今回のこのビジョンプロが登場したことによって体感的になり受動的になり奥行きが生まれる、まあ、その3つが、まあ、情報の受け取り方が変わる変化だっていうふうに思ってます、うん、まあ、1点目は先ほどサニーチューンでもお話ししたんですけれども、より、視覚だったり聴覚にダイレクトに訴求することで、まあ、情報を体感することができると。で、2つ目が自動的、先ほどみたいにサニーチューンをここに置いとくことでパッと見るだけですぐに情報を取りに行けたりとか、目の所作とか目の動きとか手の所作だけで AI がこの人が何をやりたいのかを予測して先にもう情報が出てくるみたいな、そういった世界になると思っています。で、最後が、まあ、これは分かりやすいんですけれども、よりこう平面のディスプレイというか平面の情報ではなくて、まあ、本当に奥行きがあってそこに質量があるかのような物体として情報を僕らは操作することができるようになるんじゃないかと、まあ、この3つがこのビジョンプロが出てきた時の技術革新だというふうに思ってます、ね、うん、映像の録画はできないっていうことですけど、音声を使うこともできないんですか、アプリケーション側で。正確に言うとですね、映像の録画はできます。ただアプリケーションの中でその映像 をアクセスした、なんだろうな、何かアプリケーションの、作るっていうことはできないです。要はデフォルトのカメラアプリはあるので、それでビジョンプロで映像を撮ることはできるんですけど、第三者の開発者、サードパーティーの開発者がその映像データを使ってアプリケーションを作るってことはできません、じゃあカメラアプリみたいのも作れない、はい、現状は作れない、作れないです。音声はどうですか。音声は一応そのアクセスを許可すれば音声マイクで要は会話するってことはできます。誰かジェールブレイクしない、ジェールブレイクするかもしれないですね、すると思うよ。なんかそのゲーム的なのとか、そのなんか横に美少女が生まれるとか、一般の人って結構どうでもいいと思うんですよね、うんうんうん、なのでその生活の中で今までできなかったことができるようになるかっていうことの方が大事だと思うんですけど、うん、でなんでそれで聞いたかっていうと、音声が聞いてでディスプレイがあるってことは、外国人が喋ったのをリアルタイムで文字で出すことできるじゃないですか、字幕で、はい、うん、そうですね。で今までの自動翻訳って音声で聞いたものを音声で出すってなっちゃうから、結局その聞き終わるまでごっちゃになっちゃって待たなきゃいけなかったんですけど、はい、うんうん、それが普通に喋ってるのが字幕で出るっていう、そういう形になると割と便利になるし、他にはまだそういう機器はないので、なんかそっちの方が需要あるんじゃないかな。ひろきさん、それは思いました。ですから聞いた瞬間に相手の言葉が英語だったのが日本語に変わるとか、あるいは自分が言いたいことがこう出てきてそれを言えばいいとかですね、なんかそういうのはもうすぐ使えそうな感じがあるかなっていう感じですね。それこそ自動翻訳みたいなことも含めてね、機能としては存在してるんだろうと思いますからね、はい、実際海外のエンジニアの方でそういったアプリをプロトタイプとして作ってる方はいらっしゃって、はい、実際に実現できるんですけど、うん、ただ実際実用で考えると結構周りって雑音があったりとか、相手との距離が遠いと音が拾えないみたいなのがあるので、まあ、そこの先進技術がどれだけ要はノイズを削れるとか、はいはい、そういうことがきちんと技術革新として起これば実現できるというふうに考えています。アベマプライム進行の平石直之です。ご視聴ありがとうございます。これを機にチャンネル登録よろしくお願いします。